箱 D です。年に一度のお祭り JAF カップのサポートイベントです。今回はね、 YSS の3台プラスしてクスコの永瀬社長がシティで86でドリフトの川端選手も出てきていると。よろしくお願いします。今日なんでどういう風の吹き回しで出ることだったの？吉川さんにお声掛けいただいて。あ、なるほど、はい、ちょうど自分がこの A86 を今年購入してバイカーで、はい、バイカーで持ってたので、うんうん、ちょうどいいんじゃないかっていうので、はい、どんな仕様なんですかこれ？これはあの小泉商会さんのところで車作ってもらって、はい、あの 4AG のクロスミッションっていう感じの仕様になってます。あ、デフィーだ。おお、おお、綺麗。まだ作ったばかなんだ。あ、そうですね、はい、今回で乗るの3回目です。あ、3回目、はい、それもあの2回はあのドリフトでしか乗ってないんで。コースは鈴鹿南コース。今回は久々にサニーに乗ります。南コースを逆走で使ったコースは途中と最後の2箇所にターンセクション、ライン取りに自由度があるところが面白い。新品だよこれね。やっと2トンの車の、重量感覚、操作感覚作ってきたところなのに、今回は3分の1です。戻ってくるのは100。どうだった？
いところ巻き込んで戻ってまいりました。今ゴールですが、タイムは1分12秒6レーン、1は2番手、1分12秒6レーン、1は現在のクラス3番手タイムとなります。Thank you.
4サイドでガチッと回してきて今フィニッシュになりました。タイムは1分07秒787ベストタイム更新。1分07秒787とスーパーライトウェイトクラス見事7秒台のタイムを出してきております。さあそしてコース上は193番ですね。さあ米田11選手がスタート、ラスト東洋レミの走行。さあということで、あとはですねこのスーパーライトウェイト187藤井選手が最後に最終走ということになります。さあコース上は193、米田11選手ラスト東洋レミの走行。さあ中間は47秒477、中間は42秒477で中間クリアとなりました。さあ音とか入ってまいりますが、さあ私は使ったマシンコントロール、それをしっかりと生かしてきて、さあ、さあ、どうだ、
ラインをギリギリ、これを綺麗に倒してきた。この走りでも楽しめるのがハコディのいいところ。ドリフトスリーバイブンチャンピオン川端雅人、さあここからストレートエンド、この辺の高速からのブレーキング、楽しかった。さあそして最後のスラローが一度ピッチングした。スピードのスティング、川端雅人と A86 の最後は遠藤に1台の声を綺麗にやってくる。最後に最後に所有のこちらもかつての全日本 C1 チャンピオン、久々のジムカーナになります永瀬勤選手。さあ普段はクスコ代表取締役、クスコレーシングチームの監督も務めている永瀬選手。さあ今回は現役ドライバーとしてこの箱根へと帰ってまいりました。さあこちらもジムカーナレジェンドドライバーのもちろん一人になります。さあ中間タイムは42秒34で、中間タイム42秒34で中間コンパスと言われました。さあここからストレートどうだ、これもいい加速をしてきている。ストレートエンド計量してここは飛び込みから最終コーナー、さあ S 字を抜けて最終のターンへと戻ってまいりました。さあコンクリアがどうだ、サイドカーストローが出てきた。ちょっと火がつきましたね、はい、もうちょっとで3位ぐらいまでは見えそうやったんで、まあ、そこはちょっと技量のなさであれだったんですけど、あの今度ちょっと教えてください。いやいや教えることはないと思う。いやあのジムカーナの面白みがあの出て初めて分かりましたね。あのすごい本数少ないですけど、走れるのはすごい少ないんですけど、そのちょっとの可能性とそこに向けての準備とかいろいろやっぱ面白いところがあの素晴らしい競技です。また遊びましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。